German scholar called Lichtenberg says one day, Love makes you blind, but knowledge gives your eyesight back. What is marriage? A supreme happiness? A resolution? Or patience?This is a marriage story between an everyday man and woman perhaps you would have seen in your life. But I'd like to give you a notice in advance. This is not a love story.撮影しちょっとアングル見るためにそっち入っていいですか？いいよ。ほら直視しないじゃん。OK です。はい、入りました。すいません、よろしくお願いします。入ります。はい、本番入ります。そうそう、特攻の話しよう。おお、多分とんでもない事件を2月10日にだから、なんで俺だけサプライズされる側になってるもうちょっと。いや、俺も知らないんだよね、また何するの。なんで結婚しようかって言ったんですか。多分何かすると思う。いや、フラッシュモブだったら知ってる人がお店に入ったりしていっぱいいたら分かっちゃうから。俺も全然分かんないから何とも言えないけど、多分なんか多分協力してもらうと思う。じゃあ全員全員。あ、それいいかもしれない。それいいね、フラッシュモブ。フラッシュモブっていうか宗教ですよ。そうだね。てかそれプロポーズですか。全然いいや。じゃあ俺プロポーズするわ。おー、来週の、すごい、来週の水曜日に。へえー、すごい。おめでとう。そうだよ。これ思い立ったら28日だからね。先週ほんと、すごい。こういうのね、1ヶ月前ぐらいから計画するんだけど。いや、1ヶ月どころじゃない。指輪とかどうするんですか。指輪はまず一緒にやるから、とりあえずバラを。わあ、膝だね、バラってところ。いいね、見に行きたい。俺のキャラだと絶対やんない。それやんない。
逆だからマジで。やりそうだけどね。なんだよ、でも俺九州だったから、ね、でもさ違うでしょだからそれこれやるって決心してみんなに連絡してずっとドキドキしてるもんこいつのように室で震えてるもん。あの知ってます。うわーなんか嬉しい。なんていうんですか、わしと俺なんなら昼間からジェシーさんと仕入れるその日は有給取るから昼間飲みましょうよ。忘れちゃいました。プロポーズってしたことねえから。今ちょっとショーちゃんそれしたことない。ケチャップ入ってるから。プロポーズ祝いだ。やばー、ありがとう。ベンちゃん、グー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 、江戸春美はベンチに乗ってスタジオにやってくる。結婚ボトル入りました。結婚しましょう。俺は絶対に花とか渡すってないのに。こんな俺が逆にバラ持って思想が80年代よ。ちょっとバブルなんだよね。誕生日にねプロポーズなんてクソ外人のすることだって言った。彼女の誕生日なの。誕生日2月と。いやもうゼクシーは出しましたよ。人生で1回だけ痛くなれる日ですよ。人生で何しても、まあ、俺は痛くなる。何しても許される日ですよ。だからプロポーズは逆に痛い方が伝説だろう。なりますよね。あの時やったよなみたいな段取りとかさ考えるとしかも結構みんないろんな人巻き込んでるからさ。でも前のことあんま気にしちゃっていいんじゃないですか。ジェシーさんのそんなことできない。追いかける。ほらすごいよく言う。進んでいく直視できねえもん。鏡越しに見ないけど